はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では、深淵の監視者の奥ですね。カーサスの地下墓地だったかな？行けばドゥーンってなるんで。カーサスの地下墓地。地下墓か。ここからやっていきましょう。右は行けなかったので、左から進んでいきます。で、骸骨。一応倒しておこう。あー、こいつは復活するんだね。まあ、確かに、結構出てきてたからね。なんだ？マジか。消えるんかい。まあ、厄介は厄介だよね。かけら。で、さらに骸骨。そう、この骸骨なんか、死ぬやつと死なないやつがいて、よくわかんないんだよな。あ、こいつも復活するんだっけ？なんか今、もそもそ動いてたけど。ん？大丈夫か？で、この骸骨は倒せる。謎。本当に謎仕様。で、こっち来て、一応倒そう。一回黙らせとくのもありだからね。しまった、当たんなかった。やべ、そう、ここ二人いるんだよね。やばいやばい。いや、一気に死んだな。もう少し慎重に行くべきだった。よし。で、かけら。どっちだっけ？こっちを下に降りるんだ。そうだそうだ。あ、で、なんか変な、変な、うんこ玉みたいなのが、降りてきた気がするんだけど、ちょっと駆け抜けよう。こっちか。ほら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 。あったあったあった。戻ってくるんかい。そうそうそう、そうだよね。で、その後だよ。その後、一応倒しておこう。脅威が取りに行って、闇玉みたいな。いるな。バクスタ取れるんだ。で、復活してちょっと邪魔。で、骸骨。で、こっち側、壺がいっぱいあって、アイテムはね、回収したはず。回収したと信じて、先へ進む。でさ、なんか、やばい。こいつがマジでやばい。この、巨大骸骨。処理していこう。壺割ると厄介だな。で、結構減る。さらにあいつか、2人いるな。施し使っておこう。少しでも回復させる。で、1体ずつ釣ろう。鉄則、ダークソウルの鉄則。うわ、この詰め方がえぐいな。ただしこいつは強靭がないから押し切れる。そして、かけらをめちゃ落とす。で、あんまり先に行く前に、釣ろう。もう一発当てよう。来た。なんなん？この、詰め方。しかし、バックスターを取れる。両手持ちにして、置き攻め。OK。かけら。からのソウル。今スイッチがあったな。すげえ罠っぽいスイッチが。中央を進んでいくのは結構危険だね。うおっ、危ねえ。これ左残り火。えっ、なんだなんだ、下か。え、どこだ。
いや下っぽいな。まあえてね下に行くっていうのも、ん？なんのと？あのうんこ玉がこのうんこ玉なんなの？本当に大賭けだ。やった。あうんこ玉来た来た来た。これ倒せないのかな。ちょっと弓で狙ってみようか。来たらちょっと狙ってすぐ逃げる。どう？いや全然ダメだな。ついてこう。このうんこ玉についていく。あこっち行けんじゃん。おかかり火、よっしゃ、ようやく仲間さえあれば。残り火状態にはなってないからね。座っちゃおう。でこの先はなんだろうね。これは多分初等化にはならないな。でうんこ玉がどうなったんだこれ。いややっぱいるわ。でこいつに行ってこっちで一休み。あ下まで行くんだな。でこっちなんかうんこ玉に巻き込まれたっぽいな誰かが。こいつここに激突して戻んのか。一生やってろ。でここ絶対こういうところに敵が潜んでる。かけらに、うん？なんだ？ネズミか？いや待て、ここはもう確実に1対1にする。え待って待って待って、お前どっから来た。巻き込んで倒す。ワンターンで倒せねえからな、スタミナの。甘い。かけら、ここはちょっと施し2回使おう。回復を節約。でこちょっと待って、ネズミ厄介だよね。微妙に回避してくるし、ステップか何かで。こっち行ける。さっき左も行けたよね。なんかここも行ける。いやどっちだ。んこいつなんだ。そうこいつなんか謎なんだよ。別に大して意味なかったか。あ穴がある。まだか。しぶといだろ。倒したと思ったのに。やばいやばいやばい、こいつマジやばい。いった、まさかの罠。やられた。いてネズミをただ 2体始末した。巻き込んで、でこっち側行ってない。てかでけえネズミがいんな。きちっとよし。えどうつながってるんだこれ。あっちも行けるし、あ穴から落ちると多分こっちの方に出てくるのかな。ソウル回収しときたいな。それなりに車輪もいいんだけど危険すぎだろ。ここ穴から落ちたら車輪に巻き込まれて死ぬっていうパターンだな。かけらに、うわヘドロまで来んのかよ。うわマジかマジかマジか。おお危ねえ危ねえ危ねえ。火炎壺も買ってないしな。いや危ない危ない、ちょっとこっち危ねえわ。一回退散。こっちへ逃げよう。いや一気に危険地帯に来たな。周りを見渡していこう。上もヘドロがいないか確認して。残り火、あっち側にアイテムとかやつがいる。残り火使うのもありだな。ちょっと残り火
一回使おう。ここはいっぱいある。25個もある。おお、いいね。めちゃくちゃ体力増えた。しかし死んでしまっては元も子もないからな。あいつに気づかれないうちにこっち行こう。今気づかれてないよね、大丈夫なはず。でまずこの来た宿敵バクスター。いやバクスターで3分の1くらい。あとはただ見たいけどゴリ押す。そしてこれを回収してかけらと、なんだちょっと分かんなかった。ちょっと矢を撃ってる間に倒したい。これちょっと大影でもう1段階くらい強化したいね。ああ危ない危ない危ないあいつらこれってさ何回も発動する罠。あいたあいた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 。捨て身、こっち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 、逃げるよくないかこれ。もう一発、死んでくれ。一人死んだっぽいね。よし、まあ一人だったら大丈夫でしょう。もう一回だけなんか踏んでいこう。え、ちょっと待って、その先がなくないか。これ結局下に降りちゃうもんね。ここはあとやつがいるところか。ここもなんか罠で倒せないか。バクスターを取りたかったけど、スタミナはやっぱね切らさない。大掛け、よっしゃ、大掛けが落ちてるようになったな。ん、なんだ、なんか音がするぞ。もう一匹いんのかよ。どっから湧いて出てきたこいつ。やだ、後ろ取りたい。無理か。いやでもこれは押し切れる、押し切れない。スタミナ管理がガバガバ。こいつほぼほぼかけら落とすな。一回施し使おう。いやもう一回だな。よし、うん、あ道はい、やった、戻りたい。8000ソウルあるから戻りたいけど、これこっから来てで、いやどっちから来た、違うな、こっから来たのか。こっから来てこっち別で下に降りられるっていう。よし、ちょっとこっちから降りてみよう。なんかただ奥から通じてるっていうだけ。ええおーおーおーおお、この先近道。あ、そういうことか。ここから一気に攻め切る。あの宝箱取ってないね。宝箱っていうかこれどこだ。え、さっきどこが開いた。ここが開いてでここがあって、あれここなんだ、なんかカニがいるんだ。闇の奇跡。え、ちょっと道がいろいろ複雑でわかんねえな。ここ行ったでしょ、でここ近道になったでしょ、でここ行くか。じゃあなんか、ま、あ、あ、待って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 、もうでもさ釣られると死ぬからな俺も。炎の奇跡、炎か。まいいや。ん、なんだこいつ、敵か。そりゃそうだよね。怖っ怖っ怖っ。しかしその隙の多さがお前の弱点だ。よし、かけら。骸骨って炎が通るのかな。待って、怖い。
吊り橋は切れる。え、アイテムだけ回収しよう。丸薬。どこだ、ここ見えたとこだよね。一応回収の、ちょっと待って、骸骨か。この骸骨は可愛いもんだよ、すぐ出せるもん。でソウルになってるってことは倒したってこと。ソウル、ん、これ開いて、え、開いてどうなんの。多分初等化だよね。どこへ通じてるか。あ、ここへ。マジかよ、お前何なんだよ。来た瞬間に刈り取る。いって、すげえの装備してんな。重装だなこいつ。後ろは無理だったか。いって、なんだこいつ、ムカつくんだけど。感謝を、バケツヘッド。なんか倒してえなあいつ。なんか今のでマジムカついたんだけど。ここからでしょ、使うか。大して遠くなかったもんね。もう一個使おう。やつは許せんマジで。でこいつらマジいると厄介だから、ちゃんと処理しておこう。で回復もきちっとしておく。このうんこ玉にさ巻き込んで倒せねえかな。ここだよね。え、もしかしてもう来ないとかある。ここが開いたのか、なるほど。ちょっと待って、もう来ない。さっきと同じ行動パターン取ろう。あ、来た。ちょっと待って、このうんこ玉、うんこ玉ゾーン、さあ俺についてこい。その時がお前の死だ。どうだ、ついてきてない。いや来てないな。いて。あ、来てる来てる来てる。ゆっくりと歩いてきてんな。109か。そして起き上がったところを食らった、食らってるね。何、むしろ俺が不利になってる。これガンガン立て。いやあいつも巻き込まれねえわ。いって、むしろ食らった。こいつは正々堂々倒す。まずはオキスタン。さてそっからあんまりガン立てがだからやばいんだよね。ちゃんとかわして、いて、蹴り、どつえ、食らいすぎだろ。ちゃんと隙を見て回復しよう。この柱に挟んで回復。スタブで後ろ取れなかったか、かわす。お、今どうなった、なんだ、引っかかったのか。スタブを取りたい。いて、ちょっとやばい。ここで回復しよう。あんまり変なとこ行って、あのうんこ玉に巻き込まれる可能性があるからな。2発か。ガン立てになったな。いや、なんなんだ、両手持ちしてるからか。これで、好き。多分全然ダメだ。
で、もう一発は来ないか。いって月で負けた。月の火力が違う。やはりどかない。危険を承知でうんこ玉ところ行くかな。いってなんて火力だ。ちょっと2本飲もう。いって、あ、なんだ大丈夫か。パリを狙うのはマジで危険。てか黒騎士の盾だからパリできねえし。これかわしてここだ。よし、ちゃんと無理はしない。これいけるな。終わりだ。一月いって、まだ終わってなかった。これで終わりだ。なんだゾリグがよくわかんねえけど倒した。騎士狩りの指輪手に入れた。ソウルも結構あるな。かがり火近いから戻ろっかな。何と変えよう。騎士どれだ。これも手に入れたね。そういえば技量を少したまかめ、ローリング時に姿が見えにくくなる。あ、これいいな。技量が高くなるってそのまま数値が高くなるのかな。あれ騎士のなんとかどれ。騎士狩り、縦受けに対するスタミナ攻撃力を高める。あ、どうなんだろう。ちょっと帰ろう。ギリギリかわした。あれ召喚サインがある。これ誰。普通の人か。じゃあちょっとどうしようかな。鷹の指輪をカーサスにしてみよう。あ、技量上がってる。今これにすると技量15でしょ。だけど技量18になる。あ、これいいな。実質だって3レベル上がってるってことでしょ。ちょっと鷹の指輪はいいや。必要な時だけ付け替えよう。でこれで技量18か。ってことは技量武器持てるってことでいいのかな。技量18必要なやつをちょっと、あ、これ必要だ。アストラの体験いける。あ、持てるわ。あ、かけな。あ、重いな。一撃の振りが月か。うん、ほんほん、なるほど。技量18必要なものって結構あったからね。指輪スロット4つだからもうこれは固定と考えれば結構いいぞ。じゃあ使える武器、グレッソーもやっぱまあ使いたいは使いたいからね。これドラーヌの装置、これちょっと見てみよう。どんなの。あ、あれなんだこれ、どうなってんだ。両手にすると進化を発揮する。そんな感じだな。アルトゥー戦技はこれ2発っぽいね。え、わかんねえ。あ、戦技だな。減ってんな。 FP が減ってるやん。これ戦技だ。これ連発でなんか瞬間火力を高めるっていう感じかな。いや、でもこの指輪のおかげで技量系の武器がだいぶ選択肢が広がったな。ここら辺はもうタリスマンとかセーリンか。ダークソードプラス3、これ何のために鍛えたんだろうね。いや、いつかは強くなるはず。プラ4で260190200。ああ、そうだよな。まだちょっと補正があっても届かないな。届かないけど直剣だからねっていうのを考えると、まあまあまあいいかもしれない。アストラの体験、いやでも伸ばしていくとすればやっぱ技量になっちゃうからな。あ、これでもさ、重厚派生とかにすればさ筋力補正が上がるんじゃないか。ちょっと今のところ武器の選択肢だいぶ広がった感があるから考えてからやろう。いろいろ後で試して。何度もあなたの話を聞きました。優しき方、まあそうだよね。サインくらいは書けると思います。残り火の道であると聞きました。あなたを助けないお使いください。なんだこれ、暗月の制約令。私のサインをお使いください。月の加護、暗月か。っていうかさ、なんだメッセージじゃなくてどうやって見るんだっけ。これか。
ジェスチャー。ジェスチャーって付け替えだよね。一礼は必要、歓喜もまあ必要、跳ねる歓喜、あ、じゃあ歓喜いらねえわ。手を振る、下を刺す、上を刺す、前を刺す。前を刺すもまあ、使わないけどね、ジェスチャー自体が。感謝を。さっき、やつをぶっ殺してじゃなくて、ぶっ殺されて手に入れたのか。ひどくない？暗月の制約で。あ、このまま止まる。じゃあちょっと2レベル上げられるかな、ソウル使えば。じゃなくて、ちょっと待ってね。いや、武器、台掛け手に入れたんだけど、ちょっと武器は慎重に選びたいね。レベルアップにしよう、やっぱり。で、筋力を上げていく。1万800くらい。ソウル使えば大丈夫。ソウルを使おう。これ9個もあるの。これ1個でいくつ ?800 のもう1個だな、じゃあ。これ1個使う。これが1000か。で、1万ソウルくらいはでも手元にあるってことだね。これでさらに筋力を鍛えて、一応筋力28、これを目標にしよう。よし、じゃあこれでまた地下坊へ戻りますか。ヤツとの戦いがね、結構長引いたからね、3回くらい殺された。残り火をこれで3つ使ったけど、まあそれなりに収穫はでかかったな。やっぱり闇霊倒すと、まあいいことも結構あるよね。指輪落としてくれたり、まあそもそもソウルも結構手に入ったし。というわけで、じゃあまたカーサスの地下墓は次回続きをやっていきたいと思います。今のところまだちょっとクレイモアでやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。